うまくいくと右の肘が、まあ、大体この右ポケット近辺に右の肘が入ってきます。で、右ポケット近辺に右の肘が入ってきてると、まあ、大きな狂いはないって考えてもいいですかね。こっち側に来る人すごい多いですから、こう離れてしまってるっていう場合がすごく多いので、右ポケット近辺に右肘が入ってきて、そこから縦にリリースを行っていくっていう流れですね。で、その時に、まあ、球をこう捕まえたい時、基本的に僕は捕まえたいって考えていいと思うんですけど、アマチュアの人の場合は捕まえたい時は、このリリースする時になるべく肩をこっち側に出さないように、こういう状態ですね、この状態を作らないようにリリースしていってあげると、ストレートから少しインサイド目のアタックが可能になります。で、逆にこれをちょっとこういう風に肩を出しながらヒットポイント入っていくと、ちょっとアウトサイド系の動きを発生させることができるんですけど、まあ、なるべくアマチュアの人を捕まえていった方がいい人多分多いと思うんで、こう、まあ、よく言う肩を残してっていう状態なんですけど、あと目線とかも少し残して、リリースをしてヒットポイントまで入っていってあげると。で、実際の大きな重要な動きとしては、この辺りの、ですね、さっき一番冒頭で言った時計の針で言うとですね、4時になるんですね。こっちが9時の3時ですから、まあ、大体4時ぐらいを目安に、クラブがですね、クラブは4時ぐらいを目安に、一旦すごい重要なパーツは終了しちゃいます、ゴルフの場合。で、ここで終了して、で、この後フォローに行くときに、すごい簡単に話していくと、4時を超えると、このまだ4時の段階って右肩とか右腰の位置がすごい低く抑えられている状態です。前傾角度があって、前傾角度に対して左引いている状態なので、右がすごい下に下がっている状態なんですね。で、この低い位置にいる右肩右腰を一気に崩して上に上げていってあげます。で、前傾角度をクッと上に上げる感じです。起こしてあげる感じですね。で、これをやると、もうほぼ自動的にフォローからフィニッシュまでいきます。ちょっと今ドローとかフェードとかほとんど関係なく話をしてるんですけど、で、そうするともう4時以降は右サイドを起こしていってあげるっていう作業をやるだけで十分、特にアイアンの場合だったらもう十分フィニッシュが取れます。で、これを例えばアイアンで、よりダウンブローに当てるってなると、より抜きどころがちょっとこっちになったりとか、あと少しインサイドアウト目で球を捉えるってなると、より抜きどころが少しこっちになったりとかっていう変化はもちろんあるんですけど、まあ、こっち側と必ず関連しますからね。ダウンスイング側と関連するし、こうすごい左にギュッと抜いて、ダウンブロー多めのフェードボールとかって打つ場合は、もうこっち側もすごいちょっとこう縦にヘッドが高い位置、上からこう入ってきて左に抜くみたいな、こう鋭角なダウンブローの角度になるし、少しアウトサイド面に抜いてっていう風になると、こちら側でこうインサイドにこうショルダーがこう我慢してる時間と度合いが結構多めで、ここからインサイドアウトのドローボール、フックボールっていう風に、まあ、関連付けはいろいろこうその打つ球のパターンによって変わってくるんですけど、まあ、そういうの一切無視してすごいベーシックな動きだけでいくと、もう4時を超えたら体を起こしていったということです。ごく自然に左回転入ります。で、もうこれで、フォローから、フォローに対しての体の動作としては、まあ、十分ですね。